新台湾ドル、あるいはニュー台湾ドル。台湾元は、台湾の通貨。1949年6月15日より発行。ISO4217 によりコードは、台湾ドルと表記され、略称としてニュー台湾ドル。通貨の基本単位は円であるが、一般的には、元と省略することが多い。補助通貨単位として、各、文があり。 一円イコール十角、一角イコール十分となっている。なお、北京語では窓かを固まり、角を置け及び、台湾語で窓をタガトをかをたがと置き換えることが多く、特に交語の分野において顕著である。目下発行されている効果は、五角、一元、五元、十元、二十元、五十元の六種類、紙幣は百元、二百元、五百元、千元、二千元の五種類がある。 現在発行されている硬貨の最小額面は五、角なので、分は現金の単位としては使われていない。旧大兵一元紙兵新大兵の前身は1946年5月22日より発行された旧大兵であり、当初は期間を限定した貨幣として発行が計画され、日本政府が発行した台湾銀行券と、 国民政府の大兵を1対1で交換するための性格を有していた。当時の中国大陸は国境内戦の影響もあり、金融が不安定であり、大陸で使用されていた砲兵や金窓化券を使用することなく別に独立した通貨を発行する必要があった。新大兵発行の要因として1948年に 上海において発生した金融危機の影響を受け、旧大兵も暴落、急激な物価上昇を招いたためとされているが、別に、中華民国による台湾接種直後から中国国民党が台湾島内の民生物資を大陸に移送し、国境内戦での戦時物資に充当したため、商品の不足により、台湾でのインフレーションが発生したためとする説もある。 1949年6月15日、台湾省政府は、台湾省平成改革法案、新大平発行弁法を布告、4万、旧台湾ドルイコール1新台湾ドルとする、デノミネーションを実施し、新大平を正式に発行した。しかし、中国大陸において、中央銀行、中国銀行、交通銀行、中国農民銀行の各行が発行していた。 紙兵とは異なり、旧大兵及び、新大兵は、国兵ではなく、台湾省地域において限定的に、法定通貨として流通する、地域通貨という位置づけであった。当初は、地域通貨として出発した、新大兵であったが、国民政府が台湾に移転するとその性格に変化が、生じた。1950年6月21日、行政院は、中華民国は、 銀本位制を堅持することを表明、同時に同年7月1日をもって、経理作業に、新大兵を使用することを決定、銀元と、新大兵の交換比率も1949年12月29日時点の3-1で固定することを定めた。1956年8月29日、司法院大法官第63号解釈により、新大兵は、 地域通貨であるが、その偽造においては、通貨偽造の警報規定を適用する見解を示している。なお国境対立の最前線にあり、戦地として、軍政の敷かれた金門、バッソ大鎮島に関しては、その特殊な環境を考慮し、新大平金門、バッソ大鎮流通権が別に発行された。大鎮島については1955年に支配権を、 創出し、金門バソについては2002年7月1日付で、台湾本島と同じ中華民国中央銀行圏に、統合、専用紙幣の発行、流通が正式に停止された。1961年7月1日、中央銀行は、台湾において復興され、中央銀安在台湾地区委託台湾銀行、発行信頼平弁法の規定により、信頼平は、 中央銀行より台湾銀行に委託されて発行されることとなった。紙幣上に台湾銀行と表記され、その地位は正式通貨に準じたものとして1970年12月21日より発行された。1992年、行政院は銀元及び銀元田関係発行弁法を廃止し、それまで正式通貨として定められた。 銀円発行の法的根拠を失った。そして、信頼兵を正式通貨に定めるべく、2000年7月1日に、中央銀行発行信頼兵弁法を施行した。台湾銀行への委託を停止し、中央銀行により発行されることとなった。中央銀行の表記が入った紙幣は、2000年7月3日に1000元、同年12月15日に500元。 2001年7月2日に100元、2002年1月2日に200元、同年7月1日に2000元が発行された。2002年6月30日には、中央銀安財台湾地区委託台湾銀行、発行信大平弁法を廃止、1年後の2003年6月30日を、もって、台湾銀行により発行された、信大平の流通が停止された。なお、 台湾銀行券は台湾銀行で交換することができる。500元と1000元紙幣は2005年7月20日に信用式に改版され、偽造防止のためのホログラムのないものは2007年7月31日限りで流通停止となり、上記の台湾銀行券と同様に台湾銀行窓口で交換しなければならない。 1000元及び500元紙幣は2005年7月20日に開版が行われ、それまで2000元紙幣にのみ使用されていたホログラムが採用され、500元は濃い色相に変更された。50元及び新10元効果には偽造防止技術の一つとして先造が施されている。各紙幣と50元20元新10元効果には、 視覚障害者が触覚で容易に禁止を識別できるように識別マークが施されている。現在10元効果は、新旧療法の図柄の効果が混在して流通している。なお、2000元紙幣、200元紙幣、20元効果、互角効果はあまり流通していない。その詳細は次の通り。米ドル元ウィキニュースに関連記事があります。台湾。 人民元と台湾ドルの交換を施行。ありがとうございます。